よし。ゼロ。オッケーオッケー。音を出さなければ。もう逃げ場はない。来てんじゃねえか、こいつ。いいわよ。頑張れ。いい加減にしなさい。飛ばされた。やっぱここなんだよね。お見合いです。おばちゃん来てる。先に動いた方が負ける。じゃあの。このおばちゃんにこう毒を塗るナイフみたいなこと言うけど、実際はねこのナイフで戦いましょう。このねナイフもね、いろんな案があったよね。コンセプトアート見たらこうね、いろんなのが、ね、やっと中身に見合う姿になったようだな。はい、ではどうやって倒すの？これどうやって倒すの？マジで。どうやって倒すの？後ろ回り込む。おばちゃんの耳だろ。オラオラ。後ろが隙だらけだ。おばちゃんの客を気にしていたゲーム。もっと入れてね、早かったに。ただね、あそこに行かれてもね、撃ち落とす手段じゃないんだよ。娘を救うなどとふざけたことを。私の娘を殺しておいて。ぐさ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 。虫はここにいると来ないらしい。逃げて、私が見つけ出すわよ。虫穴すぎだろ。虫穴すぎだろ、この虫。無能が。ケツに回れ。うわあ。走れ走れ、いい弾を。いい弾を。ああ、まだ振り向いてる。ケツだ。こいつ振り向くというのを覚えたらしい。鉄を。陸上の鉄を追うのかい。あ、また飛ばれた。俺も正面から戦った方がいいな。シュッシュッほら、おこいつ回れるようになってる。ローズは私たちの希望、あんたの手に私はまるもんですから。見した。これは報いよ。受け入れなさい。さあ
やるぜ。ケツの穴を4つにしてやるぜ。あの作品やバンカを公開しよう。血が足りない、血を。割とどうにかなるね。ベリーハードを内部クリアしてる人もいるんだろう。ライトセーバーなしで。正直に言いなさい。この私は恐ろしい。楽にしてあげるわね。お前の肩は残さず食ってやる。やったか。いやーやりましたね。どうにでもなるもんですな。ゼロ回、OK。これでやっと出られる。いけるものね。で一応プレイ時間もまだ50分いってないぐらいなんで、これはナイフで倒せた。4周目いらなかった説出てくるね。なるもの聞き入れたまえ、畏敬の念とともに捧げん。無限の闇よ。鍵取ってからだね。これがあのミランダと娘だったのか息子だったのかわからんが、子供だね。なパスワード0070402だっけ。なんかもう覚えてないな。やっぱりちゃんとメモっとかなきゃダメね。まあ、RTS の時はまだまだ倒すの必須なやつ結構いるし、うん。まあ、モロー君とかはね、極まった装備があったら10秒ぐらいで倒せるからね。ナイフだともうちょっとかかりそうだよね。あとは覚えているルートをなぞるだけだからね。来ましたね、ここなら会える。とりあえず鍵のバージョンアップをさーっと行ってこよう。木彫りの熊はどう置いて何個ね手に入れたのね。ここ無視してみる今回は、ね、田舎のヤンキーが左に立ってるから目を合わさないようにね。コンビニ前にさ時々立ってるもんね。目を合わさないようにさーっと抜けていったら絡まれない。大丈夫だ。パスワードなんだっけ。0704080来てんだ。
07。嘘だ、お前止まってねえのかよ。止まってねえのかよ。予想外だったな。謎解き中は止まってくれるのかと思ったらさ、あら止まってくんないの。動いてんのね、わら。攻撃食らった。追われてる追われてる。初見です。いやー行くぞー。この辺、ここ千葉だよ千葉。治安が悪いわ。ヤンキーが。ヤンキーがすぐ絡んでくる。行くぞ。これだから千葉はダメだよね。ヤンキーまみれ。闇村、群馬県かな。ヤンキーが多いって千葉のイメージ。戻るか、デュークの声。あれが今日から俺はのせいだ。はい、今からはイベント戦ですね。ドナちゃんのところ。どうで。で、レコードチェック。まだスキップがある。よし、ゼロゼロ。まあドナちゃんのところもね、よっ。もうほぼイベント戦なんで。銃を使う必要はない。さーて、最高難易度ではこのね館が一番の癒しポイントだったよね。本当見てて思うが、イーサンの左手の薬指と小指ないのによくものつかめるなと思う。ついてきて、伝えることがあるの。ミア。あ、多分ね、イーサン、ペタリハンドだね、ペタリハンド。ペタリハンド。もう、のび太くんったら。ローズは、普通じゃない。知ってる。イーサン、なんとかしないと。早くなんとかしないと。イーサンを早くなんとかしないと。みんないなくなる。ローズでさえそんなの耐えられない。ミアなわけない。ミアなわけがない。出た、ナイフ縛り。ナイフ縛りでもここは何も関係ないからね。ここだけはね、ベリーハードだろうがしてる、ナイフ縛りだろうが何も関係ないから、やることね全く同じだから。郵便でーす。ほんとこの仕掛けの謎さが分かんないよね。どういうことだ。ここはミアの実家だったのか。嫌な実家だね。もしあなたのお嫁さんの実家がここだったらどうしますか。離婚を考える。もうそんなレベルだよね。
Come with me, Isa. いや。0591? ああ、メモってないっす。なんだったっけ、パスワード。覚えてる人いたらちょっと書いといて。もうそれだけでも10秒、15秒は短くなったと思うんだよな。なんだったっけ、パスワード。今53分。さすがにナイフで2時間切りは無理だ。3時間切りは余裕だと思う。まあカジュアルだしね。ここのパスワード何だったっけ。0529111、そんな感じだったと思うんだけどね。あ、これで見た方が早いか。これお金をなんとかにするがね、結婚記念日。あったあった、0529111か。カンニング OK。走れないんだな、ここ。だから実際はこれ必要なものはゼンマイと。なるほど。何？これ必要なのってさ。待て、俺の銃は。足と足のゼンマイだけでいいんじゃない？指輪はさ、取らなくても。銀の鍵はこれでいらないね。だいぶ飛ばせるよね。もうちょっと頑張ってたら2時間切ればいけた。どうしてここに。隣の部屋の鍵はさすがにいるか。すまない、大丈夫。隣の部屋の鍵はないと大丈夫。逆から入っていけんの。ここ逆からなら開けれんの。この鍵はさすがにいるか。閉まって開かなかったら積んじゃうんだよね。じゃこの手はやっぱ外さなきゃいけないのか。取れん。取れない。取れません腕が。勝手に開くで。マジ？じゃあいいや。
正解。これ長いよね。タッサントイレタイム。やったー。誰がこのフィルム撮ったんだろうね。わけわからん。まあまあ、昔フラッシュの脱出ゲーム流行った時も全くわけのわからん仕掛けっていくらでもあったからね。まあ気にせんでええんやろ。あなたは赤い部屋がね、やっぱレッドルームだよね、有名なのは。本当だ、開いてる。あ、今そこミアが歩いてたね。早すぎる。イーサン、貴様この親方初めてではないそいつはどうかな。ためらいなく井戸に向かうこの男、俺にはとても真似できないね。最後さ、ローズがさ、この上着着てくけどさ、この上着クソだよねめちゃくちゃ汚いよね。もう廃棄するレベルだよね。初めて？違うよ、5回目だよ。